はいどうもこんにちは、レッツです。ということで本日は赤と白の袋島ではなく阿部袋の紹介をしていこうと思います。阿部袋じゃないわ、アベイルの購入品を紹介していこうと思います。アベイルさんね、マジめちゃめちゃ久しぶりに行ってきたんですけど、なんでアベイルに行ってきたかというと、あるグッズをね、ゲットしたかったから。そう、ヒントはこれで、あとはね、ちょっと気になったものとかお値下げ品を見つけたので、そちらのをご紹介していこうと思います。しかもお値下げ品が結構マジでいいやつでね、もう本当にこの間島パトでこのマインクラフトのこのクリーパー、これね買って本当にハマってるんですよ。もうなんていうのかな、ちょっともう置いてても可愛いし、もう肩に乗っててもさ、ほらいい感じじゃないこれ。おい、レッツロー。チツ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 。じゃあ早速1個目。1個目もね、めっちゃ可愛いやつ。ていうかね、最近可愛いものにすぐ目がいっちゃうんだよね。いや本当に可愛いもの大好きだわ。可愛い嘘のカワウソ。最近さ、可愛い嘘のカワウソ率高くない？で、これね、普通に入ったところの入り口のところにあって、で、他にもね、カービィとか、あとお寿司だよとかね、なんかいろいろあったんですよ。でもその中にスケロクとか可愛い嘘のカワウソないかなと思ってみたら、可愛い嘘のカワウソあったわ。で、これね、もともと税込み869円のが、なんと税込みで550円になってました。え、何買ったかだよね。これが、ちなみに買ったのがこちら、かわいいカワウソのレジカゴバッグでございます。で、この間ね、セリアさんでこのね、かわいいカワウソのポーチとかも買ったんだけど、まあ今はね、ちょっと中抜いてるんだけど、あれからね、ちょっといろいろ入れて使ってみて、やっぱね、中にかわいいカワウソを入れるとテンション上がるっていうことに気づいたんだよね。だからね、もうちょっとね、バッグの中かわいいそのカワウソでグッズ増やしたいなと思ったところにちょうどいたってわけよ。ちょっとね、これ開けてみよう。見て、開けてみるとこんな感じ。なんかもうすでにここにさ、かわいい嘘のカワウソが覗いててめっちゃかわいいんだけど、周りもね、ほら、かわいい嘘のカワウソっていう感じがして超オシャレ。ただね、この持った感じが、前に買った、このね、カービィのやつとちょっと似てるんだよね。畳み方な。普段使ってたら全然コンパクトに畳めてません。で、これね、スナップボタンでほら、止まるようになってて、これ開けると、開けたらほら見て、このね、真ん中に、かわいい嘘のカワウソがいる。なんだろ、これ。あの人ちょっと靴滑らせてる。あ、広げてみると紙でできた。で、これ広げてみると、うわめっちゃかわいい。あ、ごめん、こっち側じゃなくてこっち側がめっちゃかわいいわ。いや、こっち側もかわいいんだけど、でねー、広げてみると、ほら見て、めっちゃかわいすぎん、これ。え、やばいよね、これかわいすぎる。みんなー、ネッチャンネルが始まるよー。え、これさ、もう機能とかじゃなくて可愛さがやばくない？で、さっき見えてた方はこんな感じ。やっぱこれも可愛いよね。で、前に買ったカービィもちょっと広げてみるわ。で、こっちはね、広げてみるとほら、こんな感じでーす。え、めっちゃ可愛くない？やっぱり。改めて見て思う。可愛い。ていうか、このまま飛んできそうじゃない？でね、中見てみるとほら、こんな感じで巾着になってて、これね、中取り出すとほら、めっちゃ大きいサイズになった。これでね、物を入れて横のところの紐を縛るとほら、巾着型になります。まあ、よくね、お買い物行った時とかに、まあ、もちろんこれ可愛いし使いやすいからよく持っていくんだけど、やっぱりね、お買い物した時に、まあ、男一人でね、これを持ってたら目立つわけよ、すごく。で、だんだんね、まあ、ずっと使ってるから、そろそろちょっと予備も欲しいなって思ってたんだけど、これだったらね、ほら、そんなに、なんか、可愛いけど、そんな目立ちまくるってわけでもないし、まあ、男の人がね、一人で持ってても全然 OK だよね。これマジでいい買い物だと思います。まあ、このサイズは持ち歩くというよりは、結構車の中に置いておくと本当に便利です。そして次2個目は、こちら、ゼルン。ほら見てこれ。どこかでこのシリーズ見たことありません？うさぎ、かわいすぎん？なんかかわいいけど、なんか不思議なかわいさ。で、このポーチが、名前がなんと、うさぎポーチです。で、うさぎポーチで590円の税込み649円となっております。見てこれ、ほら。このうさぎ、かわいくない？左右の耳のさ、長さがちょっと違うのとかかわいいし、やっぱね、このモコモコのこの感じが結構俺好き。まあ、これはね、何よりも可愛いがやっぱ一番でしょ。で、買いに行った時には、まあ、パンダくんと、あとクマちゃんとウサギちゃんいたんですよ。で、どれも可愛いなと思って、これよりね、もう一個大きいサイズのね、なんかバッグみたいなのがあったの。で、それには、なんと初めて見たのが、そこには恐竜がいました。みんな知ってる？このシリーズの中に恐竜、恐竜じゃないわ。恐竜がいるって知ってた？俺知らなくて、もう見た瞬間、え、すごい恐竜だって思ったんだけど、
まあ、今回はねちょっとポーチが欲しかったからねこっちにしました。でもウサギちゃんもねめっちゃ可愛いからこれ気に入ってる。で表はねこんな感じなんだけど、ほら裏はね普通にキャンバス調で、このなんかジッパーのピンクとかがなんかすごい可愛い感じになってない？なんかいちごミルクポーチみたいな。これはこれで何もなくても可愛いよね。でこれ開けてみると、はい、スムーズでーす。で中はねほらこんな感じで、まあ普通にねキャンバス調、ただねこっち見るとねほら持ち深そうだから、ちょっと手入れてみると、あこれいいやつだ。ほらちょっとね、筒みたいになってて、入り口もね、広いし、やっぱね、下から見ると四角になってるから、何も入ってなくても自立するし、ちょっとね、これぐらいの携帯サイズのなんかオイルとか、スプレーとか、縦に入れていくのも良さそうだよね、これ。横にまあもちろん入れるのもいいけど、縦でもいけそう。で、これがね、島村さんのほら、ポーチなんだけど、かわいい嘘のかわうそ。いや、やっぱかわいいな、これ。あ、ちなみにね、これ以前島村の動画で紹介してます。よかったら見てみてください。で、大きさ比べてみると、ほら、こんな感じ。なんかちょっと今回のアベルスの方が横広？あ、そうだね。若干横広な感じで、まあ、縦の長さは若干カワウソの方が長いかもしれない。ただこっちはね、普通のポーチのほら、こんな感じになってるんだけど、結構ね、なんか自立するポーチがいいとか、なんか四角くなんか使いたいって人はこっちの方がいいかもしれないね。で、中にね、物を入れてみたらこんな感じで、小さめの除菌ティッシュが2個入って、あとはね、ちょっとティッシュを入れてちょうどって感じかな。これで閉めてみると、ほら、ちょうどいい感じ。なんかね、物を入れてみて、ほら、可愛くない？すごく。物を入れてみて、ほら、上からもなんか可愛いし、こっちが体で、こっち顔のさ。もうこれね、物を入れてもほら、ちゃんとしっかり自立するし、なんかね、安定感もすごい。やっぱね、見た目も可愛いしさ、上とかから見た時に、こうやってさ、ウサギがここにいたり、何かがいたらすぐわかるじゃん。だからね、これなんか色的にも見やすいし、なんかいろんな意味で見やすいからかなり便利だと思います。あと何よりもやっぱこれ、可愛いよね。そして少しお知らせなんですけど、8月28日土曜日の夜22時から夏の YouTube ライブを行いますので、皆様ぜひとも、お楽しみにされてください。前回のね、YouTube ライブでも言ったんですけど、夏をね、一緒にちょっと共有したいっていうことで、みんなもね、ちょっと夏っぽいもの、必ず用意してきてください。俺もね、用意して待ってますから。なので皆様、ぜひともお待ちしてます。当日みんなに聞くからね、マジで用意してきて。なので、まだチャンネル登録しない方や、あ、通知忘れてたっていう方はね、ぜひね、通知ボタンを押して、チャンネル登録もよろしくお願いします。みんな、待ってるよ！で、次で最後です。最後めっちゃ可愛いやつ見つけた。っていうかね、もうこれが欲しくて買いに行った。そう、ここにもね、ウサギいるじゃん、ウサギ。ウサギちゃん、ここにもいるんだけど。てでーん！こちら、ちいかわのウサギー！ちーかわいいウサちゃん、ちーめっちゃ可愛くないこれ。ちいかわってね、前のキャンドゥさんの購入品紹介で紹介したんだけど、実際ね、LINE スタンプとか、そのね、グッズで可愛いなと思って、実際にそれぞれどんな性格のキャラクターなのかちょっと知らなかったんですよ。で、気になってね、ちょっと見てみたら、結構キャラ濃いのね、このウサギちゃん。でもそんなウサギのキャラも、マジで好き。結構ね、これ、ぶっ飛んでる系のキャラクターでした。やっぱ、個性派が好きだから。で、視聴者さんのね、コメントちょっと読んでたら、鎧ナイトみたいな人いたじゃん。あれね、なんか名前がね、見てのまんま、鎧って言うんだって。唐揚げあげてたわ。教えてくれてほんとみんな、ありがとう。で、このチーカーグッズなんですけど、もうね、なんかタオルとミニタオルが全部完売してて、え、マジないの？って思っちゃったんだよね。で、残ってたのが、掃除ができるスリッパと、あとなんか、背中に当てるようなクッションと、あとね、このタイプのクッションがあったんですけど、でね、スリッパもね、めっちゃ可愛いなって思ったのよ。で、サイズ見たらね、もうあるある。またこれかってやつ。え、ディズヤン25センチまでだからさ、さすがに無理よ。で、諦めたので、こちらだけです。で、これの名前がね、ダイカットクッションってやつで、お値段1200円の税込み1320円となっております。で、これさ、表だけでもさ、めっちゃウサギで可愛いじゃん。でもね、裏見たら、トゥルルー。真っ白なおにぎりに見える。ほら見て、こんな感じでね、なんかうっすらイラストが描いてるんだよね。こっちはなんか急におしゃれ可愛い感じになってる。で、ここにね、ちいかわって書いてるのもいいよね。でね、これほら、可愛いし、手触りもね、めっちゃもちもちしてる。しかも表面がね、このベロア調みたいな感じがまた気持ちいいんだよね。で、後ろもめっちゃ可愛いし、この尻尾のイラストめっちゃ気になる。どういう体勢やねん。で、早速ね、これ、仲間入り。可愛い。これってハンギョドン隠れるな。こうしようかな。こっちにしよう。ってことで、ここにしました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、久々のアベパト活動報告動画でございました。久々に行ったらちょっとお店の内装とかも位置が変わったりしてて、なんかね、キャラクターグッズが増えたんじゃないって思いました。もう俺にとっては嬉しい出来事。あとね、3000円で売ってた高見えのカゴバッグとかがあったんだけど、なんかお値下げで900円とかにもなってたし、なんかね、色々お得なものもあったから、今ね、ちょっと買うタイミングいいかもしれない。
こちらの動画が良いと思ってくれた方は高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、公式 LINE、LINE LIVE もやってます。よかったらそちらのフォローと追加もお願いします。それではまた皆様お会いいたしましょう。みんなのコメントも待ってます。バイバイ。